ここが家だ。マグロを取ろうとする漁師たちは船に乗る前から考えている。マグロは今世界のどのあたりを泳いでいくのかと。1954年1月22日、第五福竜丸という立派な船に23人の漁師が乗って、焼津の港から海に出た。家族は手を振って船を見送り、もうその時から23人が無事帰ってくるのを待ち始めた。
そこはみんなの家。ご飯を食べるのも寝るのも歌を歌うのもくしゃみをするのも23人同じ波に揺られながらだ。第五福竜丸は日本から最初は東へ、それから南へ、また東へ、4000キロも超えてミッドウェーという島を通り過ぎた。2月7日にマグロの漁を始めた。鋭い針をたくさんつけた縄を海に投げて思いっきり長く伸ばし、マグロが食らいついたらみんな一気に忙しくなる。100キロもあるマグロの強く引っ張ること。ところがミッドウェーの海ではマグロが見つからなかった。波が荒く縄が途中で切れてしまった。もっと南の方、マーシャル諸島を目指すことにした。南西へまた2000キロばかり。2月27日に第五福竜丸はマーシャル諸島で海でついにマグロの群れに出会った。寝る間もほとんどなくどんどん釣り上げてはどんどん釣り上げてはどんどん釣り上げてはの夜明け前、いきなり西の空が真っ赤に燃えた。太陽が昇るぞと一人が叫んだ。西の空の火の玉は雲よりも高く上がっていたけれど、本物の太陽は東の空に昇る。偽物の太陽みたいな化け物がうようよもくもくともがいているのだ。
発の音が響いた。しばらくして空から今度は白いものが降ってきた。どこを見てもまるで冬の吹雪だ。ただ触るとその白いものは雪と違ってジャリジャリして、顔に当たると痛い。どうやらサンゴか何かが燃えた後の灰だ。みんなの上に何時間も灰は降り注いだ。前から噂は流れていた。アメリカが水爆という爆弾を作って、それをどこか南の島で試すかもしれないと。マーシャル諸島のビキニ環礁で3月1日夜明け前に爆発させたのだ。島に家を建てて住んでいた人々はもうそこにはいられなくなり、周りの海も全部汚された。何しろ広島で14万人を殺した原爆より1000倍も大きい爆弾だ。第五福竜丸はスピードを上げて北へ進み、まっすぐ焼津へ帰ることにした。その3000キロは行くのに20キロはかかる。最初の日から23人は気持ちが悪くなってご飯が食べられなかった。2日目から頭も痛くなり、めまいがして下痢もした。3日目には顔が黒くなって、5日目には腹とか首とか出来物が。10日目になると髪の毛がゾロゾロと抜け出した。
空から降ったあの灰には生き物の体を静かに壊していく放射能がたっぷりと入っていた。それでも無線で助けてくれと頼むと、何をされるかわからない。もっとひどい目に遭わされてしまうかもしれないのだ。水爆という見てはいけなかった秘密を見たのだから。3月14日の朝早く、焼津の港に第五福竜丸が着くと、23人は病院へ行った。医者はみんなの病気を放射能病と呼んだ。しかし風邪をひくのと違って、その病気は人が作った爆弾が原因だ。遠くまで飛ばされる放射能、放射能。みんなの鼻の穴と耳の穴と爪の間、へそのゴマの中にも放射能は潜り込んだ。体をじりじり壊していく。3月16日の朝、新聞の一面に載った。邦人漁夫ビキニ原爆実験に遭遇。死の灰水爆か。科学者たちが調べようと焼津にやってきた。第五福竜丸の23人は海で見たことを語った。3人の中で一番の先輩は久保山愛吉だった。
第五福竜丸の無線帳で、焼津の家には奥さんと可愛い娘が3人彼を待っていた。東京の病院に入った久保山さんは8月に放射能病が急に悪くなった。医者は彼を助けようとし、久保山さんは生きようとした。9月23日、久保山さんの心臓は止まった。原水爆の被害者は私を最後にしてほしい。と言って彼は亡くなった。久保山さんのことを忘れないと人々は言った。けれど忘れるのをじっと待っている人たちもいる。人々は原水爆をなくそうと動き出した。けれど新しい原水爆を作っていつか使おうと考える人たちもいる。実験はその後1000回も2000回も繰り返されている。
打ち寄せ